今夜復活、紅白歌のベスト10は、1994年3月31日に、日本テレビ系列の木曜スペシャルで生放送された特別番組である。昭和44年から昭和56年まで11年半、放送された紅白歌のベスト10の同窓会、復活スペシャル。紅白に分かれたゲスト歌手が、当時のヒット曲で対戦する。嘘発見器、 応援合戦のほか、当時の懐かしい映像で送る。1973年から21年続いた、木曜スペシャルの最終回となった、回の放送で、かつて放送された、NTV 紅白歌のベスト10を一夜限りの、復活として行った番組。番組にはかつて、オリジナル版に出演した歌手が登場。さらに、歴代のキャプテンも出演し、かつての名台詞も披露。 そして過去の名場面を見せるという最終回にふさわしい内容となった。なお、公開場所はオリジナル版の渋谷公開堂ではなく、後楽園ホールとなった。木曜19時21時24分2代目の賠償三つ子と6代目の坂木原育英は不参加。また大場は冒頭では登場せず途中から出演した。ケ直子ことフィンガー5は 実際に出演はしていたものの、剣については、喉のポリープのため歌えず、フィンガー5は、アキラとマサオが出演して、当時のことを語るだけのみとなった。途中参加した、大場久美子は歌を披露しなかった。紅白歌のベスト10のテーマ、ありがとうございます。